Cause I'm about that. Foolish, try to get them buns, I'm killing the mic just like I ran the jewels in. Y'all gonna get done up front, knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. 皆さんこんにちは、栗原です。今回は一番最初に YouTube 始めた時に、一番最初の企画でやったベンチプレスを、2ヶ月で140キロまで上げられるか、前回12月に、測った時は110キロかな、110だったよね、120上がんなかったのね。そう、120上がんなくて110は上がったから、今回も2ヶ月経ったんで、どれぐらい上げられてるのかで、まあ実際ベンチプレス自体はもうやっぱりこの2ヶ月でもう多分本当数えるほどしか、やってないんで、多分3回ぐらいかな、ベンチプレスっていうのをやったのは2ヶ月で。なんで、たまあ一応12月は結構全体的に鍛えてて、で1月入ってちょっと、ボブスレーの遠征に行っちゃったりして、まあ、トレーニング自体はあまりできてないんですけど、でもまあ全身は鍛えてるんで、結局こう全身の力をベンチに伝えれば、上がると思うので、とりあえず今日は何キロまでいけるのかちょっとやってみたいと思います。 OK、 いきましょう。最初60キロ。アップね。次じゃ100で。おお、行くね。この100を上げた時の感覚でなんとなく分かるはず。アップはもう、こういうのはアップはもう最低限。パワー貯めておかないと。いくよ、これを上げたら分かるわ。軽い？ああ、いけんじゃない？確実にパワーアップしてるから、いけると思うわ。不安が残ってる。次はね、俺はもう120。マジか、いくね。前回110だったんで、それ超えてく？あ、もう110は絶対上がるから、100% 上がるから120。これがさっきの100と同じような感覚で上がったら140いけるはず。よっしゃー、4 5 6。あ、いいっすね、最初上げてくれる。よし、はい、よし、まあ、せーの、よっしゃー、 OK。 よっしゃー、はい、はい、来ました。3 4 5。上がってるでしょ。ベンチなんでほとんどやんなくても上がるんですよ。これベンチやった方がいいんだけどね。 OK、 そんなやらなくて上がるのも珍しいよ。多分やばい、やばい。俺はでもそうやってこうと思った。もうちょっと今回はあんまやってなかったけど、ベンチって慣れじゃん。そうだね、うん、ちょっとやんなかったけど、あんなブレブレなの。キーセンやる、ちょっとお願いしていいですか。これいや、130。頼みます。こっからはね、こっからは分かりません。でも120あの感じで上げてたら多分、うん、いけるでしょ。だからここは行くわ、普通に振って、うん、
よし、じゃあ最初上げよろしく。さらっていっちゃおう。せーの、あらー、オッケー、自分で、オッケー、ナイスナイス、なるほどギリいったね、いけるかな、140。脱がない方が上がる気がするわこの分、分厚さ変わるわ確かにそこなんだよ、はい、行くぞ行くぞ、ちょっと腰は多めに見て、とりあえず上げるから最初さ、バチポンと上げてくる。 OK、 いきます、せーの、よいしょ、 OK、自分で、オッケー、オッケーでしょ、腰思いっきり使ってるけど上げたは上げたからね、ダメどう2ヶ月で110から140に上げるっていう企画で始めました、上げたでしょどう、いいすんの今の、オッケーでしょ、オッケーだよ、オッケーです、でしょ、上げました、2ヶ月140キロ、110から140ね、やらせなしだから成功、成功でしょ、もう一回やる、いやもう一回は無理、もう上がんない、今全力出してるからでも実際リアルに前回僕が、紹介した、栗原式 の、 あのベンチプレス、最初マックス回数やって、その後ハーハーハーってスピードとパワーでスピードを上げていくみたいな、でスピードを上げようとこう瞬発系でバーンって上げようとする意識で、筋トレすると確実に筋肉強くなるから、だから瞬発力というかこう上げる意識、瞬発を上げれば基本的にベンチの数値は絶対伸びるんで、だから僕はあれを、しかやってなかったですね。でも結局ああいうこと、まあ、あとはダンベルをちょっとやったりはしてましたけど、でもそれで140、だからプラス30キロ2ヶ月で、できてるんで、やっぱりあれは超おすすめのトレーニングなんで、もう一回ちょっと見てない人とかは、チェックしてみてください。あの最初の方の、ベンチプレス、栗原式のベンチプレスの、動画で紹介してるんで、ぜひチェックしてみてください。1月は筋トレ自体そんなにちょっと遠征とボブスレーの遠征とかでできなかったんだけど、あのかなりハードな、運動は続けてたんで、ボブスレーでもう200キロとかをこう毎日のように持ち上げたり運んだりしてたから、まあ、やっぱり全身への刺激は、ずっと入れてた状態なんで、やっぱり結局全身のパワーをこう胸に伝えるっていうのが僕の中でのベンチプレスだから、わかる？うん、胸だけで上げるとかそういうのじゃなくて、僕の中では全身の力をバーンと伝える、何かに伝えるっていう、まあこれ運動するとき絶対そうだから、ここだけを使ってここだけでっていうのはないから、基本的には、スポーツをやる上では何かこう全身の力をそこに伝えるからっていうのを意識してやってたんで、僕の中では大成功とりあえず140上げたからね、140は上げました、腰を使ったけど、以上です。2ヶ月の成果、これが僕のベンチプレス、僕流栗原流ベンチプレス。ただ、ちょっと今回、まあ、いろいろ僕の中でも考え変わって、ベンチの記録を、年内で170に、どう170にしようか、とりあえずで170上げたことないです。でここ最近140以上上げたことないです。ここ多分3年ぐらいずっとマックスは140、ただ、ま、いつやっても140キロは上がる状態、ベンチプレスを2ヶ月やってなくても140はいつでも上がってたんですけど、でも今回もうかなり記録が落ちてて、まあ、それが悔しかったんでもう1回鍛え直して今140戻したから、年内で170プラス30キロにします。なんでベンチは多分今後結構、入れていくメニューになると思います。もちろん全身鍛えながら
ベンチの数値も上げます。32歳にして記録を更新します。なんで、次回のベンチプレスに関しての、企画は140が次170、自己ベスト更新プラス30キロ年内いきます。以上です。この、企画に関してのちょっと感想とかあったらぜひ教えてください。それではありがとうございました。